どうもリッチモです。ということで今回は怪異錬成で厳選した神スキルを好きな防具につける方法を紹介していきます。ちなみにこの方法、公式さんが怪異錬成の不具合アップデートするって明言してますから、近いうちに試せなくなりますので、怪異錬成で困ってるという方はぜひお早めにお試しください。長ったらしい説明するのもあれですので、それでは早速厳選した神スキルを好きな防具につける方法を紹介していきます。はい、それじゃあここから方法の解説ですね。まずはオートセーブオフにします。オプションからですね、この下の方にあるオートセーブの設定をオートセーブしないにしてください。これをですね、オートセーブオフにせずに怪異錬成を行ってしまうと、その時点でねセーブされてしまいます。スキル抽選が不可能となってしまいますので、お気をつけください。そして次に防具の怪異錬成でスキルを厳選してください。今回はですね、このマガ鎧オン腰当てですかね、使います。これ豪快修羅入りのやつですね。これを怪異適用します。こんな感じで怪異適用させて怪異強化と、ここがね最重要ポイントになるんですけれども、今ちょうど怪異錬成している防具に合わないスキルであっても、他の防具につけたいスキルがあればそこで錬成を一旦中止にしてください。この時点で怪異錬成で厳選した神スキルと手持ちの防具を照らし合わせて、厳選した神スキルにつけたい防具を選んでおくってことが重要なんですね。それじゃあ欲しい神スキルが出るまでどんどん怪異錬成していきます。さあ何が出る。いやー辛い。おー、技物か。いや、これ結構レアリティ高いスキルですね。光ってますしね。いや、そうか、このタイミング。まあ、しょうがねえ。次。出るかな。反動軽減か。防眼系はいらんな。次。防御そのままとか多いっすよね。スキル乗らないこともあったり。なあ、ちょっと弱いスキルが2つついてますね。どうだ。いや、頼む。結構来ないっすよね。もともとあるスキル減っちゃったりとか。おー、待って待って待って。支柱に勝つと回避性能。これは結構使えるぞ。じゃあ、このスキルセットを別の防具に乗せ替えます。はい、そしてスキルの抽選が終わったら、ゲーム終了とセーブしてタイトルに戻ります。よろしいですか？いいえ。セーブせずにタイトルに戻ります。よろしいですか？はいにしてください。これでタイトル画面に戻ります。必ずですね、ここでセーブせずにタイトルに戻ってください。はい、そしてタイトルに戻ってきました。タイトルに戻ってきたら、神スキルをつけたい防具を怪異錬成します。そしてそのまま怪異錬成でスキルを抽選し続け、神スキルが出るまで回すという形になりますね。すでに怪異錬成のスキル抽選の間でお気づきの方いらっしゃると思いますが、実はセーブ前に怪異錬成した内容と同じスキルが立て続けに出現していることがわかります。実はこれもですね、前のライズの5席テーブルと一緒で、ある程度のテーブルと枠が決まってるんですね。しかしここで1点だけ気をつけておくべきことがあります。実は怪異錬成で出現するスキルが微妙に違うという方もいると思います。それはパチンコとかでいう一種の核変的な状態にあるだけですので、そのまま怪異錬成を10回くらい回せば元のテーブルに必ず戻りますので、ご安心ください。つまりある程度のスキルの先読みができるというのが、この方法の最大のメリットとなってくるわけです。話を戻します。そしてこのまま怪異錬成をし続け、目的の神スキルまでたどり着くことができたら、そのスキルを防具につけて、その時点でセーブを行ってください。これで厳選したスキルを自分のつけたい防具につけることができたはずです。怪異錬成を無限に繰り返すよりもはるかに効率がいい方法となってますので、怪異錬成で無駄な時間を消費したくない方はぜひお試しください。動画も終わりに差し掛かってますが、ここで初注意を。錬成の途中で武器の怪異錬成ステータスを除いたり、スロットの付け替えをしないようにしてください。5席でリセマラーしていた方には聞き馴染みがあると思いますが、いわゆる怪異錬成の抽選テーブルが変動してしまいますので、それに伴って怪異錬成結果が変わってきてしまいます。できればクエストに出かけたり、他の NPC と会話したりしないようにしてください。余計なアクションを起こさないことで、スムーズにスキルの付け替えを行うことができます。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。皆様、怪異錬成結果はいかがでしたでしょうか？もちろんこのスキルの厳選方法についてはいろんな意見があると思います。スキル厳選方法が難しかったり、面倒くさく感じている方もいらっしゃるでしょうし、助かった、これで怪異錬成素材集めから解放されるってね、感じている方もいらっしゃると思います。特に今回の怪異錬成システムはスキルセットが星の数ほどある鬼畜仕様となってますので、少しでもスキルの厳選の時間を減らしたいって方は、この動画でご紹介した厳選方法を試してみるのも全然ありだと思います。とにもかくにも皆様の怪異錬成がうまくいくことを祈っております。それでは今回はこの辺で、皆様良きハンターライフをお過ごしください。